後藤まるまるくん作会いたい大丈夫かい？お母さん、僕負けないよ。病気なんかに負けるもんか。そうだね、お前は強いもんね。お前はまだ9歳だもんね。まだまだやりたいことも夢もたくさんあるんだもんね。病気なんかやっつけちまえお母さん、僕お母さんの息子に生まれて本当によかった。何言ってるんだよ、お前負けないんだろ。最後の言葉みたいなこと言うんじゃないよ。そっか、そうだね。ねえお母さん、僕頑張ってるよね。病気なのにさ、頑張って生きてるよね。ああ、誰が何と言おうとお前は世界で一番頑張ってるよ。だったらさ、なんでアイドル来ないの？ん？僕好きなアイドルいるじゃん。それで僕病気じゃん。サプライズで病院来ないの？ああ、来ないね。来ないの？俺死んじゃうよ。ああ、びっくりしたびっくりした。急にホラーになった。急に人格変わった。急に俺とか言ってるし。早く来てよ、俺それだけをモチベーションに頑張ってんだからさ。そうなの？それだけがモチベーションなの？俺重い病気と分かった時、ショックと同時に会えるかもってちょっとニヤッとしたよ。お前したたかだなよくあの状況でそこに頭回るな。なのに来ないの？俺死んじゃうよ、俺死んじまうぜ。死んじまうぜってなんだよ、お前負けないんだろ。正直本気で勝てるとは思ってねえよ。やめろ、お前なんてこと言うんだよ。今の医学の限界。やめろ、今の医学を悟るな。なんでテレビ来ないの？9歳という若さで重い病気にかかって、でも夢があるから必死に病気と戦ってる。そして好きなアイドルがいる。テレビってそういう話大好きじゃん。そういう話大好きと聞いてますけど。お前結構元気だなさっきのとうとうやばそうな感じ何だったんだよ。言っとくけど俺まだそこそこ余力あるからな。あるのかよまああるに越したことないんだけどさ。だから今のうちテレビ来いよ。俺で数字取っちゃえよ。俺で数字取っちゃえよってなんだよ、そのまだ初めて聞いたよ。社員食堂タダにしちゃおうぜ。すごい高視聴率取ったらテレビ局の社員食堂タダになるとか、なんで知ってんだよ、どこで仕入れたんだよ。来いよ24時間テレビ。来ないよ。羽鳥さん、呼びかけなくていいから。羽鳥さん、徳光和夫、木原さん、そらジロー、未来に行ってんじゃねえよ。なんで急にエブリ入れたんだ。そして何かしらのジャニーズ。そりゃいるだろうけど、24時間テレビ何かしらのジャニーズいるだろうけど。いいよ、アイドルが来ないなら最悪プロ野球選手でもいいよ。あれ最悪で呼ぶもんじゃねえから。第一希望でもなかなか来てくれないんだから。ほら来いよプロ野球選手、俺と絡んで好感度上げちゃえよ。お前ゲスいな。病気の9歳とは思えないゲストだな。カープの選手来いよ。来ないんだって。最悪横浜かヤクルトでもいいよ。だから最悪やめろ。しかもそれ最悪のこと最悪じゃねえか。巨人だけはやめろよ。いいから巨人も来ないから安心しろ。すいません、これは個人的感情です。個人的に嫌いなだけです。いいから、ここ個室だから誰かに気を使わなくていいから。24時間テレビさん、すいません。確か24時間テレビ巨人と仲いいけど出てくるの大体巨人だけど。あとさ、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 なんだ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 。お前すっげえ元気だな。病気になる前より元気だな。なんだよ。ちょっと確信ついた質問していい？なんだよ、今日のお前から聞くのすげえ怖いんだけど。なんだ、なんでお父さんは来ないの？すごい確信ついてきた。一番答えにくいやつ私も連絡したのに全然来ない。あいつの気持ちが分からない。お父さんに会いたいよ。最悪お父さんでもいいよ。最悪なの？お父さんですよ最悪。アイドル、プロ野球選手、お父さん、お3位、3つの最悪の果て。トリプル最悪。トリプル最悪ってなんだよ。しかもその最悪の中にはヤクルトと今日横浜も入ってるし。ねえ会いたいよ。メイドの土産が欲しいよ。やめろ、9歳がメイドの土産欲しがるなねえ会いたいよ。分かったよ、母さん今から頼んでみる。最低でも父さんは連れてくるよ。本当？よし行ってくる。まずはアイドルだ。
お前の大好きな新田絵里頼んでみるよ。頼んだよ。ありがとうございました。